くれありがとう。こんばんは。みなさん、こうしてありがとう。牛乳もおにぎりもありがとうございます。こんばんは。もうお風呂上がってこんな感じです。皆さんお疲れ様です。こんばんは。お茶もありがとう。パジャマです。椅子座ってんの今日キッチンにさ椅子用意してさ椅子に座ってます。もうなんか立っとくのがもうなんか嫌で椅子用意した。座ってるんです。わめちゃギフトありがとう。お茶も何もあと椅子あるよ。全然使わんけど普段。ありがとうございます。そう今日はちょっとクッキングしようと思ってここにいるんですよ。もうご飯を食べたんですよ。なんでご飯を作るわけじゃないんですけど、よいしょよいしょ、ちょっと髪が、パジャマスヌーピーちょっと待って、嘘で。こんばんは、こんばんは。何作ると思いますかっていう唐突な問題。じゃじゃん、何を作るでしょう。ゆうにありがとう。甘いものです。お、正解の人がいます。正解の人が何回もつぶやいてるそう、アップルパイです。じゃじゃーん、冷たい、冷やしてたリンゴ。ちょっと前にショールームでなんか話したんですけど、なんかリンゴの皮むきを私がそんなやったことがなくって、そう、それでね、リンゴの皮むきをねちょっとして、ここで華麗にショールームで披露して、え、めっちゃ女子力あるじゃんってこう思ってもらおうと思います。練習したの？いや一個もしてない。なんならちょっと初めてするかも、緊張。あ、ちなみにパイはもう作るのがあれだったのでパイシート買いました。はい、なんでちょっと腕をね、練習はちょっとしてないですけど、はい、え、こういう、あ、あれ、待って、この包丁になってる、あれ、包丁何種類かあったんだけど、あれ、これじゃないの、え、まあいっか。これなんか切れ味悪そうなんですよね。あの、うまく剥けなかったら包丁のせいにしよう。じゃん。必要なものはリンゴ、砂糖、無塩バター、溶き卵、薄力粉、パイシートです。意外と少なくできます。はい。
小さめ？え、リンゴ？見て、どーん。しっかりとしたリンゴです。なんかね、本当はリンゴパイじゃないや、アップルパイの中ってリンゴのコンポートが入ってるんですけど、そのコンポートにしたら多分すごい傘が減っちゃうので、リンゴ2個分ぐらいのってメニュー書いてたんですけど、メニューじゃないや、あのレシピには書いてたんですけど、1個しかないので、もう1個だけで勝負します。ピーラー？ピーラー使いません。え、なんかさ、こうやってさ、丸1個剥くんじゃなくてさ、4等分した方がいいよね。かかか。いや、なんかね、煮詰めるんよ。まず4等分。それでは、中村クッキング、スタート。はい。まずは、リンゴを用意します。リンゴは、4等分します。まあ、ざっくりね。待って、芯はどうやって？めっちゃいい匂い。なんかリンゴってさ、なんか酸化してさ、茶色くなるよね。レモンなんちゃら、なんかレモン汁みたいなのかけた方がいいのかな。はい、じゃーん、4等分しました。調理したら大丈夫なので、続きまして、多分このここを取ります。まだね、ここはね、ちょっとこれヘタがあるけん、なんかヘタのとこ取りすぎたらさ、食べるところが少なくなるよね。怖いって言われる。なんかそう、私ショールームで料理配信で包丁とか持ったら怖いってくるんですよね。何ですか怖いって。まあ指が切れたら切れた時、なんか一個も芯が取れん。あっ取れました。これは芯です。芯、種。どう？これさ、早くしないとどん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 茶色になってくんだよね。あ、こんばんは。火をかけたら、なんか火かけたら茶色くならんの？そんなルールなの？リンゴって。ちょっとこれはもぎます。大丈夫か？大丈夫だよみんな安心して、大丈夫だよ。ほら、大丈夫。これが夜食になりますよ。はい、じゃあここからがね、私のね、もう見せ所ですね。この皮をね、こうペペペペペペってピーラーとかじゃなくて、これで剥くという。はい、頑張ります。お、なんかさ、でもリンゴの皮もったいないよね。取っといた方がいいのかな。え、待って、これさ、頑張ってさ薄くしないと、あのこの黄色い部分が、え、むずくないこれ。減るよね。え、
やばい、めっちゃ時間かかりそう。なんかやばい、嫌だ。でもさ、今さら思ってきたんだけどさ、ピーラーで剥いた方がさ食べれるところ多くなるよね。なんでみんなこうやって剥くの？皮ごと使ったら、え？なんでみんなさ、こうやってここでこうやって剥き始めたの？意味が分かんない。意味わかんない感じだ。ピーラーの方がさ、安全だしさ、ね、増えるじゃんね、食べるところ。もともとピーラーなんてなかったよ。これはもう原始時代の技ってことなんですね。そういうことですね。ちょっとピーラーで剥いてみようかな。ピーラーの子だっけ。ピーラー、あ、うまく剥けるわ。何作ってるの？アップルパイだよ。あ、じゃあちょっとこれでも剥いつつ、あのみんなが見てるときは包丁使うわ。女子力どこ行った？何ですか女子力って。だいたいまず女子力っていう言葉は変ですよね。女子の力とは何ですか？言い訳タイム。やばい、でもピーラーでもめっちゃ時間かかるんだけど。そういうもん。できた。意外と少ないね。さっき自分で言ってました。そうでしたっけ。ははははは。なんだって。じゃがいも風？なんでじゃがいもはさ、こうやって剥かないのかな。え、じゃがいももそうやって剥くのかな、普通。あ、そうやって剥くんだ。剥きますよって。皆さん料理しますか？え、包丁使う人いるんだけど。マジ？ピーラーが家にないとかじゃなくって、ピーラーが家にあってもピーラー使わないの？するよって。食べる専門なんだと？外食が多いのかな。作ってもらう。洗い物？ピーラー使わないよって人いるんだけど。マジ？本当に？こんなに便利なものがあるのに。でもちょっと時間かかるわ。なんかこういうところが剥きづらい。
姉っきゅう剥けるの、どうなんだろう、姉ちゃんが剥いてるの見たことないんだけど。さあ終わるのかこの配信は、時間内に。お姉ちゃんいるの、お姉ちゃんの子あれしてるわ、ドライヤー、ドライヤーの音聞こえる。2時間かかるの？いや、かからんはず、そんなには。やばい、当初の予定と全くちょっと変わってしまいましたね。本当に困りました。はい、ででーん、3個、あと1個、ちょっと皮が散らかって、ちょっと待って、かゆい、かゆい。なんかさ、書いてはいけない時とかに限ってさ、めっちゃ痒くなってこん？体って。なんかさ、例えば入学式とか卒業式とかさ、絶対にさ、なんか手を動かすなとか言われてさ、膝の上に置いとかないといけない時とかさ、なんかもう絶対にしてはいけないみたいな時こそさ、よりさ、どん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 さ痒くなってきたりしない？ね、わ、今もういろんなとこがかゆい、ほっぺとかめっちゃかゆい。なんかね、私の学校ね、もう絶対に動くなよって感じだったよ。もう本当に人形みたいな感じ。振りじゃないわ学校で。あとちょっと、ちょっと待って、包丁で剥くのは大変ですね。最後にね、まあね、包丁で。OK。で、なんかこれを。もっとちっちゃく切るらしいんですよ。ということで切ります。ちょっとね、手元が見えないのがすみません。え、リンゴ切りづら、ちょっと待って、長切りかな。え、なんかサイコロみたいな、四角形じゃないかな。あ、全然サイコロじゃないわ。なんか適当、まあ煮込むけん、煮込むって言わんか煮詰める、うん、
どんぐらいの大きさに切ったらいいんだろう。こんぐらい。じゃがいもに見えてきた。姉貴は？え、ずっと髪乾かしてる。うわっ、いいですか皆さん、料理をしている時によそ見をしていかいませんけど、いけません本当に私はよそ見をしすぎて、なんかこういうさ、シャクシャクしてるものをさ切ってるときめっちゃなんかめっちゃストレス発散になる。なんか楽しい、この食感じゃないな、なんて言うんですか、切り味全然悪くないわこの包丁、楽しいです。ちょっと鍋に入れます。美味しい。アップルパイとか家で作らんよね。作る？乾かし終わった。お姉ちゃん？お姉ちゃん多分来ないですよ。自分の部屋にいる。販売？アップルパイ？ ASMR しよう。みんな寝る前の ASMR。 姉貴髪伸びたやな。お姉ちゃん考察されてるわ、ドライヤーの時間で髪の毛の長さ。どんだけ髪の毛長いんだろうって。刻みながらドライヤー、多分あれだと思う、休憩してるんだと思う、ちょいちょい。私もほらあるあるだと思うんだけど、女の子さ髪長い子とかさ結構さ、ちょっとやってで一旦休憩してみたいな。私もやるよ、休憩挟む。もう終わるよ。なんか思ったよりも、見てリンゴが大量になったんだけど、1個なのに大きいからかな。できた。ででーん、材料書いてきた。これをじゃがいもみたい、確かに。これをまず煮詰めます。これと砂糖 25g、
この沖縄のサトウキビ畑の茶色い砂糖使います。 25g。 なんかさ、この色だったらさ体に良さそうな色な感じせん？そう思うだけ。今22。はい、入れました。なんかね、わかる、砂糖少なく感じる。いや普通なんだろうけどさ、なんかさ、お菓子ってめっちゃ砂糖入っとるイメージやけんさ、なんか少なく感じるんですよね。ででーん、あ、やばい、なんかいろいろ映ってるわ。ミロが映ってるわ。ででーん、あとバターは10g。 ちょっと煮詰めます。うまくできるかな。ミロ美味しいよね、牛乳に溶かして飲むんで。無塩バター、大丈夫な音してる？待って、やばい、手際が悪い。はい、なんかもうちょっとでかい鍋にしたらよかったかなって思ってます。なんかね、水分が出てくるらしいよ。バターっていつのタイミングで入れるんだろう。もう入れていいと思いますか？みんなにね、聞くよね、料理でわからんくなったら。書いてなかった？書いてたと思う。見てない。そこに入れるの？そう、ここに入れるの。もう入れていいかな。今じゃない、誰か調べて、お願い、お願い、みんな誰か調べて。今でしょ。じゃあ今入れるね。まあ最終的に入れるもんね。マイケルが見たレシピのサイト名が知りたい。なんか黄色いやつ、デリッシュキッチンかな。デリッシュキッチン様、ありがとうございます。次回からしっかりと作り方の動画まで見たいと思います。申し訳ありませんでした。あ、なんかね、デリッシュキッチン
動画で1分ぐらいでいつもまとめてくれてんの。見ろよって感じでしょ。見ます。すみません。あ、このタイミングでいいよって。でもみんなが今からデリッシュキッチン多分調べてアップルパイのやつ見てくれるから、次はこうだよみたいな教えてくれるかも。まゆっくり。リンゴ入れる前だった。嘘だー。パイシートをねちょっと出してみます。お、アップルパイのレシピが載っとんじゃけど。なんかアップルパイを巻く方法みたいな、巻くっていうかこれにする方法だけ書いてある。水分が出てきた。見てください。ででーん、全然伝わりませんが、いい感じですよ。もう全然あかん。鼻水出た。ふんとかって言ったら。雑把な性格が出る。ほんまになんかほんまにね、物開ける時とかめっちゃねダメなんですよね。もう開け方が、遅めのハサミをだったら最初から使えようと思うんじゃないですか。本当にそうですね。うわーうわーうわー、じゃじゃーん。めっちゃいい匂いする。でも本当にいい匂いするよ。マジでいい匂いする。なんかバターみたいな匂いする。あ、こっちじゃなくてパイシートパイシートがね、え、パイシートの香りなのかな、こっちの香りなのかな、え、わからなくなってきた。え、マジでこれ本当にクッキー生地、パイ生地だけどクッキー生地みたいな匂いする。めっちゃいい匂い。めっちゃ煮詰まってきました。いい感じよ。なんかこの水分がこれで見分かりますか。この水分が出てるんですけど、水分が飛ぶのを待った方がいいらしい。熱い。なんか弱火の方がいいのかな。今最大限弱火なんだけどさ、そこそこかかる。え、そうなの？グツグツしてますよ。次はね、パイ生地だ。
え、なんだっけな、なんかちゃんと調べたらよかった。ね、なんかね、こう切って、あ、じゃあこうして切って、で穴開けて切ってみたいな感じだったはず。なんかやばいかな、全然いい感じ。そう、フォークで穴開けて、あ、そうなの、薄力粉、薄力粉、あしかない。でもこれは何ですか、打ち粉っていうんですかね、なんていうんですかね、パイシートがくっつかないようにするためにだけなので、そう、ちょっとだけでも大丈夫です。これはこっちとかに使わなくって、ここのちょっとパイシートがくっつかないように、てん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 、クッキングシートあったかな、シートない説あるわ。やばいやばい、ちょっと放置。グツグツ ASMR、 グツグツしてます。今ね、姉急にクッキングシートどこって聞いたんですけど、どっかにあるよって言われて、どっか、どうもないんですけど、ねえ、ないよこれサランラップ、クレラップ、アルミホイル、事故らないで、全然水分飛ばない、このリンゴさん、なくない？今ここにいます。ね、クッキングシートなくない？いや、ある。あるらしい。なかったらどうしよう。なかったこと考えよう。え、使う。使う。だってオーブンで焼くもん。え。
姉の顔が映ってないか心配なので、こっちに映ってない、映ってない映ってないけど、なんか心配じゃん。指が見えたって、あ、こういったときの絶対あったん、いつ、え、いつ、先々月でも料理し、あの、なんていうの、おやつとか作ってないもんね。作ったね。え、先々月、うん、チーズケーキやりたくない、あー使った、うん、あったよね、その時に。分からん、使った、うん、使ったはず。あったよ、絶対。すごい、同じ声って言われる。でもなんかめっちゃ言われるんですよ、似てるって、声が。あ、やばい、ちょっと転がった。もうやだ、ない、もう絶対あったもん。ね、美味しい。え、そこの目なかった、どこ、うん、ない、絶対、え、絶対ない、ないよ、なんで、え、もうじゃあ知らん、え、なんでないあ、そっちは、あ、どっち、絶対あるよ、その辺。なんでそんなに絶対って言うの。見たじゃん、いつ、先々月に先々月使ったもん。いや、私があるんか。いや、待って、ほんまに、クッキングシントがない事件が起きてる。ちょっと後でいい、ミロの後ろってないやん。え、後でいい、うん、ないやん。え、いいよ、後で、全然大丈夫。なかったらなかったなりになんかしようかな。え、こっち映る、映らんけど、痛い、え、うん、多分、あ、なんか分からんけど、そうだね、この電子レンジに反射したら開けた、うん、え、今顔出してもいい、顔出してもいいんじゃない、この辺は、え、ないわ、もうない、ないです。ちょっと一回バイバイ、バイバイ。諦めよう、しゃあ、諦めるか、クッキングシートが消えました、なくなった、でもいい感じに、あとちょっとで水分が飛びそう。アルミホイル代わりになる、え、アルミホイルってなんかどうなん、代わりになるんかいね。なんかオーブンとか、オーブンなんですけど、オーブンで大丈夫なんですかね、大丈夫か、燃えそう、え、分からん、私どうなんやろう。バター塗る、わかんない。どうなんだろう。オーブンは大丈夫。そう、レンジ。なんか、え、レンジはダメな気がする。なんかレンジはダメだけど、オーブンはいいのかな。え、なんかやったことありますか？レンジとかでバチバチ言うんですよ。バチ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 って。耐熱皿ならいける。確かに。でも耐熱皿で焼くのむずいかも、ちょっと。オーブンならいいって。オーブンは使えるよって。え、オーブンでやってみよう。オーブンでやってみよう、今。
あのアルミホイルでやってみようか。アルミホイルはあるんだ。そう、レンジは金属だね。なんかさ、あれだったっけな、なんかね、じゃがりこ、じゃがりこってこうめくってね、そしたらさ、あの蓋の裏がさ銀色っぽいんですよ確か。でなんかその時じゃがりこになんか裂けるチーズを入れて、でなんかお湯かけてこう、あ、じゃがりこ、そうそう、それが流行ってたんですよ。でそれ作ろうと思って、でもなんかぬるくって温めようと思って入れたらめっちゃバチバチして、もう本当にバチ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 みたいな、もうなんか火花みたいなの飛び始めて、でやばーってなって、それで学んだんですけど、そうなんか電子レンジにそう、そういうお菓子の蓋とかもアルミホイルみたいな、アルミホイルというかアルミのが使われてて、そうバチバチするんですよ。だからレンジには NG だけど、そうなんかラーメンとかもさ、カップラーメンとかもさ、蓋の裏さ銀色じゃない、あれも多分反応する。お勉強になりましたね。え、勉強になることいっぱいですよね。わかんないですよね、やってみないと。どうなんだろう。え、これさ書いてあるんだよ、これに電子レンジ NG とか書いてあるのかな。違う、電子レンジで使用するときはレンジの取り扱い書、わかんないな。アルミホイル大丈夫みたいだって。くっつき対策を、え、どうしたらいいの？なんか誰かがね、さっきからバター塗るって書いてたんだけど、オーブンだったら大丈夫。どうしよう、これでさ、はいそれではってオーブンとかでバン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 とかってさ、自己配信になったらどうしよう。もうすでに自己配信かもしれないんだけど。あとさ、めっちゃさ大雑把にさ、あのリング切ったからさ、もうリングがでっかいのがあれば、こんなほんとにちっちゃいのももう、もう、ごちゃごちゃごちゃ混ぜごちゃ混ぜコンポート、本当に。ま、味は一緒ですね。食感が変わるかもしれませんが、めっちゃいい感じよ、ほら煮立って。ジャム、ジャムになりそうです。まあどうしようかな。焦げてはない、あとちょっとかな、もうちょっと煮詰めた方が良さそう。パイ、パイのシートは、パイシートあるよ、パイ。バター塗ればアルミホイルでやってみるか。確かにトースターで焼いたらね、でもさオーブンで焼きたいんだけどね。トースターでも焼け、まあ、焼けるっちゃ焼けるのかな。二重にした方がいい。そうなの？わ、パイシート溶けるよ。常温に戻すって書いてあったんですけどね、ちょっと一回出しますね。わっ、わー、じゃじゃーん。
で天秤に置く？天秤って言うんですか？天板？あれなんだっけ？天秤はこれだ。天秤。天秤じゃない。え。洗おう。いい感じ。これさ、冷ますからさ、片付けが大変。くっつくってこと？それはやだな。ちょっと困りました。もう一息。でも直で、いや、いけるらしいよ。なんか油塗った方がいいって。つくのかな。どうしよっかな。いや、クッキングシートって偉大ですね。ちょっとなくて気づきますね。偉大ですね本当に。ちょっとパイシート、じゃじゃーん。待って、パイシートの裏にこんなのあるけど使えないね。え、でもこれ使ったらさ、ちょっとやばい。ねえ、なんかパイシートが私のことを助けてくれるかのようにさ、ちょっとだけさ、クッキングシート置いてくれてるんだけど。あ、燃えそう。あ、燃えるんかな。探しに来たん？え、もう多分ないよ。燃えるんかな。意外とさ、このコンポート時間かかってる。レンジ気をつけて。開けとく。開けとくけ。魚焼きのシートとかないの？え、魚焼きのシートないの。ねえ、もういいかな。見て見てって言っても見づらいですよね。見てください。良さげじゃない？あんま見えんかった、ね、え、めっちゃ美味しそう。ね、これをこうして焼きます。パイシートで。もういいかな。じゃあちょっと火を止めて。ちょっと食べたい。ちょっとさっきも食べたけど、めっちゃ美味しい。これ冷まします。こんなんじゃ冷めんけど、冷まします。
なんでそんな顔するん？なくない？あったよ。どこに？ここ？ちこ、先々月。いや、先々月？わからん。まあ、なくても大丈夫やろ。どうやってやる？ね、どうやってやるんだっけ？みんなに教えてもらったんやけど、どうやってやるんだっけ。アルミホイル、あ、ねえねえねえ、クッキングシート代用って調べてみてや。え、調べたら何が出てくるの？え、そう、分からんけ、調べてみてや。え、どういうこと？気になるけ、調べてみてや。出てくるん？出てこんことはないんじゃない？多分同じく困っとる人がこの世にいっぱいおる。買ってこようか。え、いいよいいよ。でもさ、なんか代用できるものっていっぱいありますよね。なんか、いや、クッキングシートに限らずいろんなもの知らないだけで。なんて出てくるかな。これでゴロ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 します。クッキングシート、私のこのオーブン、オーブン、サムが。でもずっと本当にずっと独り言言っとった。本当に恥ずかしい。え、私今どこから聞いてました？え、ずっとなんか喋ってたんだけど恥ずかしい。え、何も聞こえてなかった？え、めっちゃ喋ってたよ私。いや、すごくないって。え、どこも聞いてないの？え、何喋ってた？え、すごくない？このなんかレンジってさ、あのこのオーブンもレンジも使えて、でも一個の同じ一個のこの物体でバンバンバンってなるときとバンバンバンってならないときがあるんだよね、すごいよねとかって言ってたら一人で喋ってた。悲しい。一個も聞いてない。いや、その同じアルミを入れてもこのアルミホイルをくしゃくしゃに丸めて広げて表面にスクイブを塗って使用するんだって。油ってこと？くしゃくしゃにして凹凸を作ることでくっつきにくくなりますだって。へえ。またパイ生地は油分を多く含んでいるので油を通さないアルミホイルの方が代用品として向いています。うん、まあ分からん。でもアルミ大丈夫か？これ使ってもいいよね、アルミ。うん、くしゃくしゃにして。ちょっと待って、くしゃくしゃにしてみます。え、もうくしゃくしゃにしたらいいってこと？で、広げたらいい。知らんかった。
これでいいんだって。これどっちが表なの、どっちが裏なの。好み？いつも迷うよね。こっちのなんかギンギンじゃない方にします。こっちのちょっとタラってしてる方。これに何油でもいいってこと？サラダ油でもいいってこと？へえ。だってそれは平らでいいね。え、あ、これこんなにこうじゃなくてもいい。平ら？え、あれあった？あ、それそれそれ、それに乗せて焼いてね。これ、うん、まだ洗ってないんだ。拭いてね。え、拭いてね、ちゃんと。ぐしゃぐしゃな、お前やる。うえーん、うえーん、なんてこった。これでいい？裏もこれでいい？ダメ、ちゃんと見て。あー、火の中に入れるけんダメやん、ちゃんと。水が負けるやん。負けるとかじゃないじゃん。火の中にさ、水を入れたら火が勝つやん。そういうこと？どう？焦げそうやん、なんか。どう？拭いた？ちょっと見て裏も。はい、見て。見え。隙間。隙間どこ？え？こんなとこ指入らん。パンパンって。どう？オッケー。残り80分？やばいんだけど、ちょっと思った以上にさ、私もっと簡単なもんだと思ってました。ね、パイシートをこうガガガガってやって切るの。電子レンジじゃないんで多分大丈夫だと思うんですけど、怖いですね。どうなることやら。まあやってみんとは分からんけどね。大丈夫かな。ね、待って、全然パイシートなんかいい感じにならないんだけど、なんかうーんって感じ。まあいっか。全然さ、四角形に伸びてくんなかった。なんだっけ、あ、油をね、油を、油をここに引きます。あ、うん、うん、合ってるよね。30分で焼け、いや、もう15分から20分って書いてあったよ。何にしようかな。オリーブオイル、オリーブオイルにしよう。おしゃれじゃない？予約しとかんくて。はぁ、予約しとこう。180度だって。オーブン180度。読む。ありがとう。それも待つとだったよ。うわ、ごめんね、嘘だった。これで塗ります。本当にこれでいいかな。なんかえ、ついてる感じ全然違う。
デリシャスキッチン、なんだっけ、デリシュキッチンか。え、180度じゃなかった、200度だよ。だって嘘、ちょっと待って、180度持ってた。ありがとう。ちょっとみんなにデリシュキッチン見たんだよねと教えてくれてよかった。みんながすごいたくさん違うよって、私の思い違いでしたね。はい、できたよ。これで大丈夫のはず。油も塗りました。で、パイ生地を切ります。なんかね、6等分ぐらいにしようかな。でかすぎ？え？ 6 等分？やばいやばい、計算ができん。8等分なんだけどね、パイシートじゃ、なんかね、あのデリッシュキッチンね、リンゴ2個使ったよ。私1個しか使ってないけんね。いけんね、このコンポートを使い切るまで使いたいんですけど、どんぐらいだろうな。あ、ちょっとごめんね。作りたい大きさで、なんかちっちゃいのも可愛いよね。ちっちゃいサイズがポン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 みたいな、どう、可愛くない？で、料理って運動。なんだかうまくいかないよ。上手に切れないし、形はいびつだし、本当に本当に形がいびつすぎるよ。まあいっか。ネガティブ？ネガ。ちょっと休憩したい本当にこの世でアップルパイを作っている職人の人すごいと思います。でーん、フォークで穴を開けるらしい。ちょっとやってみるね。なんで穴開けるのかはよくわかんないんですけど、多分膨れてどうにかこうにかならないためなのかなわからんけど、穴を開けます。
こんな感じ。じゃーん。で、これにコンポート置いて、でもう一個こう布団みたいにかけるんですよ。そのコンポートを隠すように布団みたいにかけるんですけど、そっちの方には切れ目を4箇所入れるらしい、包丁で。2種類のね、この1個はこんな感じで4箇所ポンポンポンで、あとはリンゴのコンポートを挟むらしいっていうのをやります。ちょっと今穴開けてる、めっちゃいい匂い、それっぽいって。そうだろう。この感じやとさ、アップルパイ1,2,3,4個だわ。意外と少ない少ないです、あまりできません。レシピは間違いじゃない、確かに8個分だったからさ、見たレシピは少ない、半量で作ってるんですよ、半分の量で作ってるんで合ってますね。じゃあ見せたいんだけどさ、ちょっとすごい難しくてさ、画角的にちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとね見せられないかもしれません。もう分からん。はい、それじゃあこの冷めたコンポートを入れます。冷めました、いい感じに煮詰まって、これさ、あまりさ入れすぎたらさ蓋っていうか閉まらなくなるよね。4個以上ありそう、いや思うわ、それはちょっとできそうだよね、4個以上。なんか餃子のさあんいっぱい入れたいけどでも閉じなくなったらどうしようっていう気持ちと今一緒。こんな感じ入れて、でその上にこの、じゃあクリティコがすごいついてる、このお布団をかけます。早い、はい、こういう感じで、でこの端っこをスプーンで、あ、最初に指で押してくっつけて、でやばい、リンゴが包めない、キャー、頑張れ。はい、お、いい感じ、見てこういう感じで包みます。でこの四角形のこの端をこれでペペペペペペって、なんていうんですか、ギザギザの柄みたいなのつけていきます。急がなきゃ。
いですよ。急がなきゃですよ。ちょっとね、なんでここがこんなにもうるさいかというと、ここコンロの上だからです。コンロの上でこの作業をしています。はい、できた。じゃーん、こんな感じです。これをあと4個やっていきます。ちょっと時間が早くしないとですよね。ね、いい感じ。意外と光ね、水気を切らないといけないらしい、このリンゴを包むときは。え、やばい、いい時間。今オーブンには待ってもらってるんですけど、まだ余裕？あと1時間ある。やばい、早めに始めてよかった。作業はいい感じなのですが、ほい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 、急げ急げ。3個目。ちょっとさ、なんでかわかんないんですけど、あのアップルパイが全部違う大きさになったんですよね。なんでなんだろう、なんか切り方が多分ちょっとバラバラで、大小様々なアップルパイが。手作り感あってユキ。そうだよね。え、あのさ、なんかパン屋さんとかでもさ売ってるじゃん、アップルパイ。でもさ、全部同じ大きさなのすごくない？え、本当にすごいと思うわ。なんかパイ生地ってさ、伸ばすのも結構難しかった。確かに値段は一緒だもんね。いや、すごいよ。いい感じ。私は多分アップルパイ屋さんにはなれませんね。今日分かりました。なんか大体料理作ったら、あ、いいな、私これなんとか屋さんになろうかなみたいな感じでいつも思うんですよ。で、今日はアップル屋さんは向いて、アップルパイ屋さんは向いてないと思いました。見て。え、ちょっと待って、見える？なんかあんま見えないね。ちょ、後で見せるわ。もう一個ある。コンポットが全然余った。やばい、なんか電子レンジの圧感じる。早くしろやみたいな。なんかでっかい音鳴ったんだけど。めっちゃ上手だと思う。優しい。あ、溶き卵を最後に塗るんですよ。なんか、あ、なんかさ、黄色いテカリみたいなの出すために。
なんで塗るかもよく分かってる。ねえ、めっちゃコンポート余ったわ。全然リンゴあれですね。まだ作れそう。うん、5個分よりももう8個分ぐらいあるわ。リンゴがでかかったのかな。姉ちゃんがなんかしてる。早くしないと。めっちゃ汗かいた。待って、あとちょっと、できた。まあ、とりあえずこれで一回焼こう。どうしよう。あ、卵、溶き卵。え？溶き卵でいいんですよね。全卵でいいのかな。え、私も今一瞬疑問に思った。全卵、卵黄だけなのかな。もう全卵、溶き卵しか書いてなかった気がするんだけど。え、卵黄のみ。そうだよね、黄身だけ。え、じゃあ卵白は別のものに。なんかいいやつ。やばい。君がキャー。君が崩れました。あれ、あれ、あ、一個も見えん。これを使いましょう。シリコンね、これがさ、マジでシリコンクック剛毛に見えてさ、え、どういうこと？ゴージュいう感じじゃなかったです。なんて読むんかいね。めっちゃ似てない？もう絶対見間違えるんだけど。何？違う、全然あかんし。え、これ何も？何もって言うんですかいね。ハケっていう、え、これのハケっていうの？ガチ？本当に？世の中不思議なことばっかりですね。え、これでハケっていうの？もうそれ漢字一級ぐらいの難しい漢字かな。全然あかん。え、ハケっていうの知っとった？え、むずくない？
だってさ、なんかこのもうって読むじゃん、大体。もう全然開かないんだけど開かなすぎてイライラして、開かない。開きました。なんとなく一回水で洗おう。見て、なんか可愛くない？このプレプレする感じ可愛い。なんか揺れてんの、ずっと常に。ほら、ブル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 。早く塗れ、はい、すいません、塗ります。どこまで塗ったらいいんだろう。パイ生地全部かな。なんか卵黄だけだと結構こうもったりしてるから結構使えますね。万能。え、すごい、これ万能だよ。塗りやすいし。オッケー、塗れました。ででーん、あ、待ってね。ででーん、ちょっと大きさバラバラですが、ちゃんと塗って、え、見える？ちょっとカメラ変えよう。ででーん、これを今から焼きます。入れて15分、20分か15分って書いとったよね。あ、こっちじゃない、こっちか、まあ、とりあえず20分にしよう。はい、ようやく焼き始めました。ミトンあるよ、ちょっと待って。なんかね、もうこれね、ずっと使ってたの。そしたらもう見て、なんか色がだんだん変わってきちゃった。ちょっと焦げてきた。うわあ。ね、なんか見て。焦げました。ガビガビ。まだまだね、残ってるんですよ。全然焼けるのに楽しみです。
よいしょ。ヨーグルトとかに、え、おいしそう。超おいしそう。髪ボサボサや。楽しみ。早く見たい、早く見たい。あとありがとう。牛乳もお茶もアイスもありがとうございます。にぎりも。あいくあっちにいるよ。一曲かなって。焼いてる間に焼いてる間の一曲。早く食べたい。何分か、15分ぐらいかな。音変じゃない？え、なんかうちのオーブンはあのブーンブーンって言うんですよ。オーブンによるのかな。わかんないけど。彼女になりますか？え、ちょっと待って、トントンできますね。本当に。まあちょっとあの待って、イヤホンがあっちにあるんだよね。イヤホン取ってくるわ。でもね、あ、待って、なんかアルミホイル大丈夫そう、うん、多分大丈夫、え？だと思うんですけど、まあ。多分大丈夫。ふたももをさ、てててててて血まみれ。本当にね、調子に乗ってはいけません。彼女彼女彼女なんかそう、本当は太ももトントンの振りだからさ、2番がさ、そう、ててててて、そう、それでは中村舞で彼女になりますか。あー、思わなかった。憧れてた先輩から
になれますか。いい感じでなんか膨らんでる。いい匂いしてきた。バンドワゴン、私割と最近ずっと頭流れてた。僕が欲しいものとは、いい曲だよね。どんな D メロだっけな。生きられないみたいなね、バンドワゴン。ちょっとさ、まだいけるかな。ちょっと待って。でもね、いい感じにね、焦げはしないけど。歌ってたら焦げるかな。今ね20分にしてあと8分だから今12分ぐらい焼いてる。15分から20分だったんだよね、うん、もう一曲。バンドワゴン、ここでバンドワゴンを、ちょっとバンドワゴン、じゃあバンドワゴンを歌ってみましょう。
絶対いい匂いがします。バンドワゴンでした。どうだろう、ちょっと待って、一旦抜きますね。もう2分待たなくてもいいかな。めっちゃめっちゃいい感じなんだけど、多分分からんけど、感じよ。もうピーするね。あ、ででーん。ちょっと待って待って待って。あ、熱い。あれ、配信。じゃーん、いい感じじゃない？なんかめっちゃ大きくなったんだけど、こんな大きかったんだね。なんか膨らみました。そうだな、これが一番ちっちゃいかな。どの、めっちゃ形はバラバラなんですけどね、いい感じにできた。お店のやつみたい。え、ね、ちょっとアップルパイ屋さんやろうかないい感じです。あんなになんかちょっとダメだったって言ってたけど、これさ、うまく剥がれるもんなのかな。なんかさ、お姉ちゃん絶対筋トレしてる。お姉ちゃんも呼ぼうかな。やばい、今本名呼びそうだったねえねえ、食べる？うん、
姉です。これ箸で取ってもいいのかな。熱い名前呼びなの。え、そうなの。私姉のこと基本名前呼びなんですよ。あのちっちゃい頃から呼び捨て、なんかお姉ちゃんはお姉ちゃんって言わせたかったらしいんですけど、一個も呼ぶことなく。あ、やばい、くっついてる。あ、取れた、見てちょっとじゃーん。え、めっちゃいい感じじゃない。これ姉。できたよ。熱い。ピンクが欲しい。え、すごね、うまくない。はい、これお腹すいた。え、はい、ちょうどよかったじゃん。え、見て、うまくない。めっちゃすごい、お店のみたい。でもやっぱり好きなんよね、ガチミに。そうなん。これ取ってる。なんか開けとったら良くないのかな。あ、閉めてない。なんか。なんか飲みたい。え、じゃあ美味しそう。いい匂い。サムとモモンが、そうなの、そこにいます。じゃーん。パンパカパーン。熱いかな。熱いかも。え、これさ、普通さ、フォークとかで食べるもん。こう食べるもん。熱い熱いって言われても持てん。え、嘘、持てるってそれは、なんかほら持てるやん。でも熱い。いや、確かに熱い。やけどせんようにせんとき色落ちゃう。いらんの。いるん。いらん。来るの。え、いるん。どっちな。いるよ。オッケー。いや、いらんかったらけんけんね。ついで。え、早く食べて。え、私から。そらね。いただきます。え、めっちゃ美味しそう。見て、ちょっとあのあれするわ、インサート。インサートいきます。物撮り、この何ですか、テレビとかでさ、インサートって言うんですけどね。こうやって物だけ撮ること、物撮り。じゃじゃーん。すごい。はい、終わり。え、私手で食べたい。多分フォークで食べたらさ、バラバラバラってなりそう。いただきます。箸上げ？箸上げ？いや、ちょっとこれの箸上げはいらん気がするけど。中熱い。確かに中熱いよね。あ、やばい。ちょっとティッシュ。そのパイやけんさ、ボロ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 ってなりそうよね。じゃーん。熱いよね。いただきます。姉写ってる？写ってないよね。あ、姉が写真撮ってる。え、なんでわかるの。あれ、音してた。音してたか。いや、なんかに写ったんかと思った。いただきます。あ、熱いかも。いや、なんか、なんか熱いものを感じた。いただきます。
熱い？うん。え、まだリンゴたどり着いてない？たどり着いた。そう。お、すごい、赤っ。おいしい。うん、うまい。おいしい。ちょっと中見せたいけど嫌かな。の断面映ります。嫌な人はちょっと目を伏せてください。なんで嫌なの？なんか歯型とか嫌な人いるかなと思って。終わり。え、おるかもしれんけ、だからファンなのに。歯型おるかもしれん。うん、いや、なんかそういう歯型とか見るの得意じゃない人みたいな。私の歯型いいの？ない。え、おいしい。あっか。うんうんうん。うん、あったかいのっていいよね。焼きたてって感じじゃない？確かに。焼きたて食べれんじゃん。サクサクです。これどうやって味付けしたん？砂糖。何でしょう。口に入っとる。懐かしいね、アップルパイって。なんかよく食べよった。いつ？昔、高校生ぐらい。そうなん。なんか好きなケーキ屋さんにアップルパイがあった。ケーキ屋さん？うん、私も知ってるケーキ屋さん。絶対知っとる。あっこのアップルパイめっちゃ美味しかった。どこの？え？知らん？出してるよ。なんてとこ？言ったらバレる、いろいろ。いや、バレるけど言ってんかな。個人名や。あー、個人名のケーキ屋さん？そういうケーキ屋さん？そう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 。そっか。チェーン店じゃない。おいしい。あ、このアップルパイがおいしい。なんかでもケーキ屋さんのアップルパイってこういうのじゃなくてさ、これはどっちかといえばパン屋さんのアップルパイで、ケーキ屋さんのアップルパイはさ、ホールでポンって割いてさ、こう切ってるやつじゃない？あー、え、言ってダメなんやっちゃ。知らん。言っていいんかな？あるんかな今も。わからん。あれじゃない、それ紀北？わからん、どっかにある。どこだっけ？紀北じゃない？津島？津島じゃないね。愛媛県の宇和島あらへんよね。にある。うん、そうそうそう。記憶じゃないわ。どこだ、どこだ、あ、分からん。なんかまだあるんかな。あるでしょう。え、あるね、まだ。言っていい？え、いけんよ。え、なんで？秘密。え、いいんかね。あ、それは個人的に秘密ってこと？いや、別にいいけど。誰も買いに行かんやろ。なんでそんなこと言う。そんなこと言わんとって。だから遠いやん。うん？どっから、あ、まあ場所にもよるけど、遠そうじゃない？まあ、愛媛の人じゃないと難しいかもね。うん、買いに行くんかな。うん、本当よ。うん、うん、本当。みんな聖地巡礼で行くもん。へえー、そうなん。うん、ね、マジででも美味しいって教えてあげたいかも。なんか、あの日の出食堂さんっていうとこに愛媛のね連れてってもらって、そのスタッフさんにね。で、こんなとこあるの？そう、あるんやけど、松山の方なんかね、サインも書いた。そしたらさ、で、一旦行きましたって言ったら、
みんな言ってたもん。みんな言った。みんなはさ、あの愛媛に来た人は何割とか分からんよ、そんな分からんけど、行ってる報告みたいなのめっちゃ見た。どんぐらい？もうそんな分からん、どんぐらいとか分からんけど。違う違う違う、3人とかじゃなくてもっといっぱい行ってたと思う。えー、すごい。もう行ってる人はいた。行きやすいとこ、それは。えー、分からん、私も連れてってもらえないよね。待って、調べる。全然分からん。いや、なんとなく分かるやん、駅の近くとかだったら行きやすい。いや、行きづらいんじゃないかな、そしたら。あー、待って、これは、いや、分からん。松山よね、伊予鉄の駅前。わかんない、もう私さ、なんかどこって、これは行きづらそう、ここは。え、なんかさ、あれだよね、ちょっと離れとるもん、あの中心から。車で連れてってもらったんですよね、なんかロケ行くみたいな時に。えー、すごっ。たまたまお昼ご飯食べるってなった時に、そんなこんなで、あと一口。え、マジでね、そこのお店はもうメニューが本当にもう選びきれんぐらいいっぱいあって、あの多分1ヶ月通ったとして、毎日多分全然違うメニュー1ヶ月間食べれる。え、いいな。ぐらいめっちゃメニューがありました。行ったことないや。まあね、その辺あんまないよね。え、そんなにみんな行くんやね。うん、あ、そうそう、あのなんか TikTok に載ってた。あ、見たかな。何食べた？うん、ラーメン。あ、塩コショウ入れたとこ。うん、かっこか。いや、すごいね、みんな。うんふん、それだったらさ、あれよね、いっぱいあるよね、ここおいしいとか。けどそんなん全部いいよったら、みんな全部いかんときんかな。ごちそうさまでした。おいしいとか言って。え、おいしいとこって何？ご飯。ご飯。え、どこでの話？愛媛。愛媛県内だったとこでも。じゃあ松山。松山？松山思うから。松山。でもさ、スケロク、うん、スケロク行ったって言ってる人がいる。スケロク好きなよね。スケロクっていうなんか中華屋さんがあるんですよ。あとは、うん、えー、なんか松山さ、ちょっと住んどったよね。まあそうじゃけどね、期間はあれどこかな。オルガン、前ね言ったんよ、オルガンっていうねカフェがあるんですよ。銀天街かな、大街道と銀天街っていう大きい商店街みたいなとこがあって、でオルガンっていうとこがあるんですよ。でも、もう入り口にもオルガンがあって、本当にで、もう喫茶店なんですけど、そこ美味しくて好きなんですよね、昔からよく行ってましたって言ったら、なんかファンの方が行ったんですよ。そしたらなんと女性限定だったみたいで、そのオルガンっていうカフェは、カフェ喫茶店は、そう、知らんかった。女性のみで、女性が一緒にいる男性とかだったらいいらしくて、あ、そういうこと。そう、男性だけの入店ができないらしくて、でそのなんか行った方が入れなかったみたいね。え、怖いそう、うん、行ったのに。うん、そうなの、私もそれ知らなくって。そうなんで、オルガンは皆さん、あのじゃあライブ行って女性の方誘ってオルガン行きましょう。全然行くしかないですね。え、一人だけ誘ってみんなで行けばいいんじゃない。女の人を一人誘って。いやね、そう、入る時だけ一緒に入って、あと分かるね。え、なんか今時にしては結構珍しい気がするけどね。なんかそう、その時は、え、言っちゃったかな、何年か前はそう、女性だからと、そう、男性のみのがダメらしい。なんでなんじゃろ、なんでか分からん、私もあんまり理由分からんけど、全然知らんかった。それをなんか聞いて、入れなかったんですっていうエピソード聞いて、え、そうなんてなった。
そうなの。じゃあ残念ということで。ありがとう。デュエット。デュエットっていう。デュエットは量が多いよ。そう、量がめちゃくちゃもう多い、本当にもう大盛りのパスタ屋さんなんですけど、パスタ屋さんっていうの、ミートなんだっけ、ナポリタン、ナポリタン、ナポリタンってか、え、そう、めっちゃ大盛り。あとなんだろう、愛媛でさ、とんかつパフェがあるの知っとる？知らん。とんかつパフェ、まああれは映えとかじゃないけど、なんかそういう なんかなんて言うんですかね、ま、うーん、あ、あこが好き。え、あの涼花っていうラーメン屋さん。おお、涼花って愛媛の？違う、え、分からん。涼花って知ってますか？愛媛じゃないんか。涼ひらがなで、花があれ、山水に花じゃなかった？あ、花だっけ。涼花っていうラーメン屋さんね。涼花美味しいよ。姉おすすめ、涼花。愛媛はトン太郎、あ、トン太郎ね。あ、トン太郎ね。トン太郎はいつも行ってましたよ。懐かしい、トン太郎。あ、すごい、いちごのパン、ありがとう。おにぎりありがとう。あ、すごい、当たり。トン太郎っていうね、ラーメン屋さんはね。でもこのあれは、なんか私ちっちゃい頃ピアノ習ってたんですけど、姉と一緒にピアノ行ってたんですよ。でピアノ行って、で午前中に行って、でお昼に終わるんですよ。で12時ぐらいに終わって、でなんかご飯をそれから食べるんですけど、お父さんに連れてってもらってて、お父さん、私、姉で行ってて、で終わった後に3人でご飯を食べるっていう流れがいつもあったんですよ。でその時に私はトン太郎がいいんですけど、なんかうん、姉はお好み焼きが食べたいって言うんですよ。でお父さんもなんか結構粉もん好きで、しかもソースとか大好きだからお好み焼きって言って、で絶対多数決でお好み焼きに連れてかれるんですよ。でもあれなんでいつもトン太郎がいいのにって言って、いつもなんかその高確率でお好み焼きで。嘘。え、そうだったよ。で私は、でもトン太郎も行ったよね。トン太郎もあのお父さんがじゃあ今日はトン太郎にするかって言った時はトン太郎に行っとったけど、そうやって決めよったっけ、全然覚えてないよ、うん、その思い出ばっかり、うん、不満の。え、でもお好み焼き好きじゃないよね。お好み焼きはあんまり得意じゃないっていうか、いや違うよ、食べたら美味しいってなるけど気分になるまでがあんまならんのよね。でも食べたら美味しいってめっちゃ思う。そうなんよね。根に持っとった、うん、でも、ね、私広島来てからね、めっちゃねお好み焼きめっちゃ好きになったよ。なんか違うもん、あれと。なんか広島来てお好み焼き屋さんいっぱいあって、そう、広島来た時は結構高頻度で食べに行ってた。トン太郎って高知で見たよね。いや、あるかも。高知、四国なのかな。どこのチェーンなんだろう。あんま分からん。家族でよく行ってたところ。トン太郎、トン太郎は、トン太郎が好きな、その頃からラーメンが好きなんよね、そういう系の。いや、そうかも。てかお好み焼きは苦い思い出しかない。油油した、うん、でもなんかお好み焼きが、いや、ラーメンかお好み焼きって言われたらラーメンだったよ、多分その時。てか、なんでラーメンかお好み焼きしかないんやろ。なんか選択肢少な。そう、いつもラーメンかお好み焼きになりたくない。嘘、そんだけ。うん、しかも私の中でお好み焼きはなんか結構難しかったよ。何が？なんかお好み焼きって店によってそこで自分でこう焼く派のところと焼いたものが出てくる派のところがあるやん。焼いたものが出てこんかったっけ。でもなんか焼きたい気持ちやったんよ。焼いたるやん。でも違う、焼きよったらさ、店員さんがさ、こう確認しに来てさ、裏返したりしてきたらさ、めっちゃもうイライラするんやん、私。なんで裏返すんみたいな。でしょうがない、
一回そう焼かれてめっちゃ怒って自分で焼いとったえそうで自分がさ焼いとってさ別に焦げてもいいんですよ自分で焼いたものなんだからだからもうほっといてみたいなほっといてよみたいな私勝手に焼くからって感じなんですけどなんか焼いたものにそう焼いてる時になんか失敗しないようにすごい見守ってくるんですよそれがでもダメいいじゃんえ広島のは確かにそういやだから広島はもう難しいからあの麺とかこうなんか工程がめっちゃ難しいよいっぱいあって自分で焼きますって焼いてみて広島の、あの広島のはだから全然そうもう焼いたやつが出てくるけどなんかあるじゃんうんこう混ぜて焼くタイプのやつあれはもうなんかあれ何なんですかね自分でなんかだって鉄板とか用意されてるからさえあそこはあそこ自分で焼けたよねタヌキのとこそうよでもそこで私めっちゃ不機嫌になってあのお好み焼き1枚も食べずに帰ったことあるどういうことなんか家族で行ったの覚えてないいや行ったのは覚えてるけど家族で行ったんですよ不機嫌になったのでお好み焼き焼いてたらお好み焼きをいろいろ裏返されたりとかなんならもう最後にジューって押されてえお店の人にうんそうよで私めっちゃもう不機嫌になってもういいってなってあの一口も食べずにお母さんとかが食べて全部え食べんかったん、うん、でもそもそもなんか一人一枚頼んでなかったっけさそれ絶対私行ってないわ一緒に嘘じゃあお父さんかなえなんかめっちゃ怒ったよ私難しいねもう行かん方がいいよこの焼きいやそうだからお好み焼きは苦い思い出ばっかりなんですよでも今は違うなんか昔の私はそうだったけど今の私はもうどうぞ焼いてくださいもうお願いしますって感じプロに任せたんで、うん、もう全然もうあの焼いてほしいぐらい今はそんなことないなんか昔は自分で焼きたい欲がすごくってなんか難しかったのあるよねそういう年頃の時お好み焼き食べたくなってきたお好み焼きいいよねなんかさお好み焼きってさ匂いがさ結構強いじゃんか、うん、一見さお好み焼き屋さんの前通ったらめっちゃ香りしてさ、ね、めっちゃ気分になるうわいいなあのソースのいい匂いお好みでライス行く？行かん。ライスに行かない。あれ、お好み焼きっておかずじゃないよね。合わん。お好み焼き配信？でもホットプレート、ホットプレートあるこの家。ないけ買って。買ったら使う。え、欲しいな、ホットプレート。ホットプレートいいね。だってさ、あったらさ、うん、いろいろ食ってできるよ。いろいろこうやってせ私あんませんけどね私が焼いてあげるよ自由最悪でもさなんか焼くんだったらさやっぱ広島のあの麺が入ってるやつあでもそれ家で作ったことないよ一回ゆらちゃんに教えて作ったけどさめっちゃむずかったなんかひっくり返すのむずいんよねあれあとあれでも作ったわなんかあのスペイベみたいなやつでそう作ったお好み焼きパンありがとうお好み焼きはあそうだいつもなんかあの IH のやつにフライパンで焼きよんやあそうどうやって焼きよるっけって思ったけどもう家でお好み焼きせんのんよねそれよ私食べたことないよ私がおらん時にやってるだって好きじゃないじゃんだってお好み焼きって言ったら嫌な顔するもん嫌な顔せんよでも食べに行きたいそれだったらえやろだって家のだって多分ねなんやろ麺が入っとってほしいかもいっぱいて
かあんま好きじゃないんだろそういう系が。うん、好きじゃないことはないんよ。そうなん、気分に並んだけで。でもね、めっちゃ嫌な顔しとって、お前お好み焼きにしよっかなって。いや多分気分じゃなかったんよマジでお好み焼きの気分になるのが365日中の3日ぐらいなんですよ。本当になかなかお好み焼きの気持ちにならなくて。私お好み焼き3日に1回お好み焼きでもいいぐらい好き。いいじゃん。真逆やね。うん、そのなんかこってりしたラーメンの方が食べない。でもね、はいどうぞお好み焼きですってもういい香りがしたら全然あ美味しいってなる。なんか味が嫌いとかなわけじゃなくて。私はあのラーメン無理やな。どのラーメン？こってりしたら。あ、ジロー？ジロー一回一緒に連れてったんですよ。いや、あれジロー？え、ジローよ。でもラーメンは食べんかったよ。あ、混ぜそばっていうか汁なしね。もうやばかった。なんかもうガヤガヤして。何ガヤガヤ。普段食べ物がいっぱいのとってよ。油がね。ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや美味しいんですよ、ジローは。姉にね、ジロー一緒に食べようって言って行ったんですよ、お店。そしたらもう本当に苦しくなってて、途中から胃もたれ。え、ほんまに気分悪くなった最初は美味しかったけど。でもね、多分ジロリアンの人もジロー食べた後は結構。ジロリアンって何？そのジロー食べる人のこと。ジロリアンって何？そんな言葉がある。ジローそう愛してる人、ジロリアン。ジロリアンも多分ジロー最初のうちは一口目二口目うまいうまいってなるけど、最後の方苦しくなって、あーもう明日じゃない、一週間ぐらいはいいなって思うけど、次の日にはもう食べたくなったんや。ジロリアン。うん、ジロリアン。だいぶジロリアン。なんでジロリアンになったの？え、ラーメンが好き。塩ラーメンみたいなの絶対食べんやろ。いや、好きよ。そうなの？うん、好きやけど、確かに。で、なんかめっちゃ星になっとる。ロリが星になってジ、星、アンになっとる皆さん気をつけてくださいジロリアン星になるんでジロリアンって星になる。うん、なんか合間が星になる。てかジロリアンっていう言葉があったことを知った。衝撃。セブンのジロリアン、セブンのジロリアンじゃない、セブンのジローうまいよねあのローさんのジローも美味しいよ。なんかよく食べたいっていう。あ、そうそう、あれはあのめっちゃこってりしとるわけじゃないけど、セブンのね、あの汁なし担々麺美味しかった。美味しいよね。あれ広島にしかないんかいね。じゃない、見たことない。汁なし担々麺。この間ね、うん、え、もう終わる？ちょっと一個話したい。終わるもん。終わるかもしれん。58分ぐらい。この間ね、あの東京で、うん、あの温めよったんよね、ご飯を。どこでコンビニで。そしたらさ、外国人の人がなんかお湯を入れに来たんよね、その横にあったポットに。こうラーメンかなんか分からんけど、あ、お湯入れよるわと思ってパッて見たらさ、その後になんか火薬みたいなの入れたよでさ、なんか袋、ソースの袋みたいなの入れとったよ、ね、見たらさ、あの焼きそば、カップ焼きそばに、うん、もうお湯も入ってるのにスープもうソースも入れよったんよ。で、わ、やばいやばいと思って、私言おうかなと思ったんやけど、もう絶対もう手遅れやったよね。言わんかった。もうでもあの人は多分この日本の焼きそば薄いなとかって思いながら食べるよなと思ってめっちゃ悲しくなって。いや、え、あのコンビニって湯切りもできるの？いやね、金よね、湯切りなんで入れたんか分からんけどそうっていうね話。あ、もう終わる？え、かわいそうね。私は逆よ。東京のホテルで外国人にポットの作り方教えてもらったよ。ちゃんと教えてくれたよ。間違っとる私に。うん、どういうこと？教えてもらう、逆に日本なのに。ちなみにこの間日本でも教えてもらった。すごいやん、日本人にいつも
やばい、待って、男女呼ぶ、まつげのお告げさん、やたろさん、NTF さん、くちゃんまるさん、いずみさん、今日学んだ内容は誰かを救うさん、シーサーさん、東京のソアさん、まささん、ピロミーさん、くたろさん、くまねパパさん、しゅうへいさん、ありがとうございます。間に合った？え、ゼロ時になってない？なってないと思う。なってないと思う。携帯持ってるよ、見てよ。あ、ごめん見てなかったわ。あ、なっとる、なっとる、あ、なってない。59。え、よかった。おやすみ。やばい、また明日。明日月曜日だ。また明日頑張ろう。呪いの月曜日やね。で、呪いの月曜日とか言うの悲しい。おやすみ。幸運の月曜日幸運幸運の月曜日よ。だってさ